疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、昨日ね、 YouTube では話したことない友達なんですけど、その友達が家族で一緒に東京に来てたんですよ。それでその友達がね、まっちゃんのこともよく知ってるんですよ。まっちゃんと自分と一緒にご飯食べようということになって、まあ、待ち合わせしたんですよ。そしたらまっちゃんの姉さんも一緒に来てね、でみんなで、まあ、ご飯食べたんですけど、そのね、大阪の友達はまあもともとね、山元組の枝の人間だったんですよ。子供が3人いてるんですよ。それで一番上の子、この子ね、兄弟なんですよ。京都大学1年浪人したんですけど、京都大学なんですよ。それで2番目の子は大阪大学阪大なんですよ。それで下の子も兄弟なんですよ。天才一家なんですよ。それでね、この長男、一番最初の子供ね、兄弟入った時に肩気になったんですよ。迷惑かけられへんってことで、子供に就職とかもちろんいいとこ行くじゃないですか。その子に迷惑かけたらダメだからいうことで肩気になったんですよ、その人間ね。で、自分結構仲良くしてて、で、まっちゃん紹介したんですよ。同じ山県組やしね。で、まっちゃんとも仲良くなって、一緒に旅行とかもね、行ったことあるし、仲いい人間だったんですよ。それでね、一番下の子供、まあ、この子女の子なんですけど、この子が大学を卒業なんですよ。それで就職が東京やと。その家をね、マンション借りるのに、見に来てたんですよ、東京に、家族で。あの、上の子らは来てないですよ。その自分の友達と、そこのお姉さんと、今回東京で就職する娘とね、3人で来てたんですよ。それでご飯食べようってことになって、まあ食べたんですけどね、ここの姉さんがすごいんですよ。やっぱり教育熱心というかね、勉強させたんだと思います。現役の役立してる頃はね、生活も苦しかったと思うんですよ。実際苦しい言うてたんですよ、自分にもね。3人国立ってなかなかすごいと思うんですよ。京都、阪大、京都ですからね。これなかなかすごいことだと思うんですよ。自分の友達はね、刑務所も何回も行ってるしね、あまりいいお父さんではなかったんですよ、正直言ってね。それで刑務所行ってる時に、一回だけね、その友達の姉さんが自分にお金貸してくれて連絡が来たことがあるんですよ。それで友達やし、懲役行ってるから、まあ自分のできることはせなあかんなと自分は思ってたからね。それでいくらって聞いたんですよ。そしたら30万貸してほしいって、まあ言ってきたんですよ。で、30万ぐらいのお金やったら貸せたから、あ、いいよいいよって言って、じゃあ今から振り込むってことですぐ振り込みに行ったんですよ。それを10ヶ月ぐらいかなかけてね、ちゃんと返してきましたからね。それで自分はその友達が懲役から帰ってからでいいよと、今無理に返さんでいいって言うたんですけど、いや、そういうわけにはいきませんって言うてね、きっちり返してきましたね。それ昨日もその話出たんですけどね、やっぱり頑張り屋さんだと思います。それでまっちゃんがね、これからは何で金儲けできると思うとかね、何がいいと思うとかね、やたら聞くんですよ。そのインド人のね、流れをまだ引きずってるんですよ。ビットコインでお金儲けできたとかね、そういうのにものすごく影響されてるんですよ。そしたらね、その娘さんは、何がいいんですかねと、一番自分が得意としているものでお金儲けするのが一番いいんじゃないですかとか、もう当たり前のことを当たり前に言うんですけど、まっちゃんが、ああなるほど、ああなるほどなって言ってね、賢いふりするんですよ。話で俺はついていってるでみたいなことをね、言うんですよ。それでその女の子がね、今はチャット GPT って言うんですかね、何かそういうのがあるんでしょ。やっぱりそれを一生懸命勉強して使いこなせたら、何か見えてくるもんがあるんじゃないんですかねと、まあそう言ったんですよ。そしたらまっちゃんが、もうついていけないんですよ。チャットなんとかで何やねんそれとかね、もうそういう風に機嫌悪くなっていくんですよ、自分の全く知らない世界やから。それでまっちゃんがね、今まで勉強ばっかりしてきて、
男の経験あるんかと。学校の勉強も確かに大事だと。でもなと、世間勉強はもっと大事だと。まあ確かに自分もそうだと思うんですよ。だから男の経験知ってるんかと。東京に出てきて男前の男、頭の賢い男、いろんなやつおると。そんなやつに騙されたらあかんだと。初めての男はちゃんとせんとわからわからん男にハマってしまうぞと。そこはよう考えときと。うちの娘も勉強させたと。一生懸命勉強させたんやと。でも今わけのわからんツルツルのパイチンの男と一緒になってるわと。そんなもん望んでなかったって。だよ。これまっちゃんの姉もうんうんでうなずいてるんですよ。それでまっちゃんがね、もったいなかったと。あいつはあんな男に捕まれへんならもっと幸せな人生歩んでたと。あくまで勉強してあんなに頑張ったのにもったいないって言ってね、こう言うんですよ。そしたらその友達の子供はね、京都大学なんですよ。そこに向いてね、頑張って勉強させたとか言ったらね、結構いい大学行ったとみんな思うんですよ。その家族も思ってたんですよ。自分の友達の家族もね。それで自分が勘違いしとったらあかんでと。その自分の友達の家族にね、勘違いしてるやろと。ここの娘なと。小学校3年生レベルの高校入ったと。それも2学期で退学やと。そんな娘やでと。そう言ったらね、自分の友達がレモンサワー鼻からね、ブーって吹いてましたからね。だから賢いと思ってたんですよ。勘違いしてたんですよ、まっちゃんの言い方で。でもまっちゃんはね、娘大好きやから、頭はアホやけど人間性は抜群やからと。なあポンちゃんって言って、まあ言ってくるんですよ。で自分も可愛い子やから、それは間違いないと。人間としたら抜群やと。まっちゃんとまっちゃんの姉に似合んでよかったと。そう言ったら今度まっちゃんの姉が鼻からビール吹いてましたけどね。はい。それでね、今日ね、動画一本しか撮れないんですよ。この動画だけになるんですよ。この後ね、その昨日来た友達、大阪の友達の娘の家をね、ちょっと見に行くんですよ、この後一緒に。自分とか、まっちゃんとかね、仲良くしてる不動産屋の社長がいてるんですよ。その社長が物件何個かね、持ってるから、結構融通が効くんですよ。家賃いくらに仕上げてくれとかね、最初の初期費用をいくらに仕上げてくれとか、結構融通が効くんですよ。それで昨日まっちゃんが電話かけて、ちょっと社長、知り合いの子供やから、安く仕上げてくれと。だから最初に30万円か何かかかるんですよ。ワンルームなんですけどね。それをとりあえず10万までは話できたんですよ。それで家賃が14万か何かって言ってるんですけど、もうその家賃は8万円にしてあげてくれと。友達の子供やねんと。8万円までで探してるから8万円にしてあげてくれと。言ってるんですけど、ちょっと渋い返事なんでね。それで今日、まっちゃんも一緒にね、物件見に行くんですよ。そこでケチばっかりつけてね、こここんなんやからあかん、こここれやからあかんって言って、ケチつけて、8万円まで値段を下げようという、まあ計画練ってるんですよ。なのですいませんが、今日はこの動画一本になります。明日からちゃんと日本投稿しますので、申し訳ありません。ということで、まっちゃん VS チャット GPT の話をしてみました。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。